はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自虐化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、集英社っていうね、出版社がですね、販売するリボンってあるでしょ、女の子が読むね、雑誌なんですけども、それにね、連載中の漫画でね、この度ね、ジャニーズのグループのスノーマンっていうグループのね、ラウール君が主演で映画化される、その、ハニーレモンソーダっていうのがあるんですけども、そのね、キービジュアルっていうのがね、出たんですよ。共演のする子女の子っていうのはね、その、吉川愛ちゃんって女の子なんですけどもね、そのことを映る、写真、そのキービジュアルというのが公開されました。で、そのキービジュアルっていうのは、あのウェブサイトとか、あの紙媒体とかね、パンフレットとかあるじゃないですか、カタログとかね、それにおいて、あのメインになるそのイメージ画像のことです。まあ、例えば伝えたいこととかが、あの一目でパッと分かるように、伝わるようにね、あのロゴとかね、シンボルマークとか、まあ、イメージフォトとかあるじゃないですか。で、それに、キャッチコピーなどがね、こう組み合わされて作られたやつです。あのまあ、要はね、あのポスターですね、ポスターね。そしてそんなハニーレモンソーダなんですけどもね、あのラウールさんがね、演じるのはね、その基本的にはあの塩対応やけども、まあ実はね、誰よりもこう優しくて、みんなの人気者っていうね、そのレモンソーダ男子っていう男の子で、三浦海君っていうのを演じます。そしてヒロイン役の吉川さんが、あのね、演じるのはですね、いじめられていた過去があるけども、あのね、その海君にね、出会って、あの少しずつ少しずつね、あの積極的にこう変わっていくっていう、そんな女の子を演じます。もう設定を聞いただけでもね、もうあー、まずっぱい学園ドラマなんやろうなーっていうのが分かりますよね。あの塩太陽のね、男の子にその積極的にね、こう変わっていく女の子がハニーとなって、それがね、そのバニラエッセンスのように、その軽くね、このスパッてこう注がれて、この2人が絡み合うね、その心をね、まあ、ハニーレモンソーダと表したんでしょうかね。素敵じゃないですか。まあね、僕は原作読んでたわけじゃないのでね、あの話の内容はやっぱり分かりませんけども、知りませんけども、まあ、名前とね、そのあらすじを聞いただけだったらね、そのまあ心も体もね、めっちゃ健康的になりそうですよねって感じなんです。もしね、原作を読まれてる方がいらっしゃいましたらね、まあ、コメント欄で教えてください。まあ、しかしね、その塩太陽のね、男の子がね、まあ、過ぎて、そのレモンソーダ男子というね、新しい言葉が生まれていたんですね。もう僕のね、学生の頃はね、塩顔はまあ愚か、醤油顔すらね、なかったんですけどもね、もう世の中はね、進歩しております。まあ、病気の観点から言ったらですね、まあ、というか僕の発想でのお話をしますとですね、あの塩も醤油もまあ塩分の塊なのでね、避けたいところでございます。そしてこのハニーレモンソーダなんですけどもね、まあ、これら単品単品単品っていうのはね、すごく健康的な食材でございます。でハニーはね、蜂蜜ですよね。あのお砂糖に比べてね、同じ 100g あたりでもね、カロリーは100カロリーほどね、低いですし、お砂糖に比べてね、蜂蜜の方が低いんですよ。でまあだから約3分の1ぐらいのね、分量で、あのお砂糖と同じ甘さをね、あの味わえるんです。さらにね、蜂蜜っていうのはね、蜜蜂がね、あのブランと飛んでる蜜蜂がね、持って帰っていた花粉がね、たくさんその、蜂蜜の中に含まれてまして、タンパク質、ビタミン、カルシウム、カリウム、鉄、さらにその健康的に必要なミネラルっていうのがね、その贅沢にね、含まれているんですというね、もうすごく健康的なね、天然甘味料なんですよ。素晴らしいですよね。まあ、ちなみになんですけどもね、そのお魚をね、煮つける時とかあるじゃないですか、煮付けする時ね、その時にね、そのお砂糖の代わりにその蜂蜜を使うとですね、お砂糖を使うよりもあのヘルシーに仕上がって、もう照り加減っていうのがね、あの増してくれて、もう映えますし、砂糖とはまた違うね、味がね、楽しめます。まあ、よかったらね、あのイワシの甘露煮でね、使ってみてください。あのイワシのね、 DHC とね、あの EPA はね、もう取りすぎてもいいぐらいだとね、僕は思ってますのでね。でさらにですね、蜂蜜っていうのは消化吸収にすごい優れててね、もう効率よくエネルギーになってくれるんです。っていうのはね、その1日に必要なエネルギーの6割を糖質から摂取しますのはもうご存知の通りなんですけども、この蜂蜜のね、主成分はね、その果糖とブドウ糖なんでね、まあ、どちらもこれ以上にね、分解することのできない、分解する必要のないあの単糖類なんですよ。あのご飯やパンとか砂糖などのね、まあ、各種の糖質っていうのはですね、まあ、体の中でエネルギーとして使われるためにはですね、体の中でブドウ糖とか
加藤、まあ、あるいはね、その麦芽糖とかにね、こうバーって分解した後に消化吸収されていきますけどもね、蜂蜜はね、もう即エネルギーとしてね、ブワッとこう体中にね、使うことができるんです。そのためにね、胃とか腸に負担がかかりにくくてね、まあ、すぐエネルギーとして吸収されるためにですね、もう疲れた時とか、運動中のエネルギー補給の時にね、優れた食品なんですよ。健康的ですよね。素晴らしいですよね。そして次はレモンなんですけどもね、もちろんビタミン C とクエン酸でございます。レモンのね、主な、ね、有効成分とね、まあ、その働きとしてはね、まあ、クエン酸と言われるその有機酸っていうのを多く含んでいます。レモンの酸味のね、主なね、成分は、まあ、先ほどからずっと言っているクエン酸なんですよ。でこれにはね、その疲労回復、ストレス解消、免疫力の向上で成人病予防などのね、さまざまな効果があります。そんなクエン酸っていうのはレモンの独特の酸っぱさをね、生み出している成分なんですよ。肉体疲労やね、精神疲労でね、こうダメージを受けている細胞をね、修復するためにね、必要なね、ATP と呼ばれるエネルギー物質を作るのにすごい役立たれています。疲労回復の他にですね、まあ、血流の改善やね、代謝の促進とね、あと美肌効果か、などにもね、期待できます。疲れた時にね、こう、キュッとレモンをね、絞った、まあ、ドリンクとかね、蜂蜜漬けにしたものをね、食べるとね、すごくいいですよね。さらにね、抗酸化作用をね、持っててですね、ビタミン E とね、こうガッと協力してね、もう有害なその活性酸素っていうのからね、体をね、守る働きがあります。またね、その鉄の吸収を良くする働きもあると言われています。あとビタミン C とクエン酸のね、効果っていうのを高めるにはですね、まあ、こうガッとこう集中してね、1回でまとめて取るのではなくてですね、まあ、例えば朝昼晩っていう風にね、まあ、数回に分けてね、まあ、摂取するとね、すごい体にね、吸収しやすいです。そしてね、まあ、あまりこう耳にしないと思いますけどね、レモンの中にはね、リモネンというね、栄養がありまして、柑橘類の皮の部分あるじゃないですか、あそこに豊富に含まれるね、香りの成分なんですよね。リラックスとかね、ダイエットといったね、効果の他にはですね、抜け毛防止とかね、育毛をね、促進する効果がね、期待されています。だからレモンっていうのはね、その美肌だけではなくて、その幅広くね、美容にね、適しています。でそして次はソーダですね。ソーダはね、まあ、炭酸水としてお話していきますけども、炭酸水はね、血行を良くしてくれて疲労物質をね、取り除くと言われています。炭酸水が体に入ると血行を良くしてくれて疲労物質を取り除いてくれて、病気や老化の原因のね、一つとされている活性酸素のね、働きをね、抑制する効果があります。でちなみにね、なぜ炭酸水がね、血行を良くしてくれるのかと言いますとですね、血液の中にたくさんのね、二酸化炭素が、まあ、溶け込んでくれるからなんですけども、炭酸はそもそも血管をね、ガッと広げてくれるから血流を促進する作用があるんですよ。でそのためにね、動脈硬化、心臓病などね、循環器系の疾患のね、症状緩和にね、すごい効果があって、糖尿病の治療とかね、神経痛、リウマチのね、憂鬱緩和で、冷え性にも有効です。そしてその炭酸のね、血管拡張作用によってですね、血流の流れをスムーズにすることがね、心臓への負担を和らげて、血液の上昇をさせない効果を生み出しています。でそんな炭酸水を飲むのはね、すごいいいことずくめなんですけどもね、飲みすぎはね、良くないそうです。炭酸水をね、多く飲めばですね、まあ、いろいろな効果をね、より得られるとね、期待してね、まあ、1.5 リットルも2リットルもね、炭酸水を一気飲みするとですね、今度はね、血液中にね、炭酸ガスが増えすぎてですね、炭酸メーテといってね、まあ、酔っ払ったような状態に陥ることもあるのでね、気をつけましょう。そんな感じでですね、映画ハニーレモンソーダとハニーレモンソーダの健康的なお話でございました。まあ、しかしね、アレルギーの方はね、摂取をね、お控えください。映画はぜひ見てくださいね。映画アレルギーというのはね、聞いたことがないのでね、映画ハニーレモンソーダはですね、2021年夏全国にて公開予定でございます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。